始まりました、デッドクル仮面秘密の起源でようこそ。はい、今回の挑戦者は3つのレベル、早速やっていきましょう。やっていきましょう。はい、すいません。は？え？ビュークレースタンプなんですけども、なんでレッドブルの収録現場なんですけど、今ちょっとリハーサル中なんですけど、いや、ちょっとどうしても収録したいものがあるんですよ。いや、そんなに言われてもね、俺ら今これ収、どうしてもこっち収録したいんで、はい、待ってます。待ってます。頑張ってください。めちゃくちゃ入れとるよ。急遽ちょっとお願いしたい収録がございまして、はい、以前愛の戦士さんに、はいはいはい、カードのボイス収録お願いしたじゃないですか。ああ、ありましたね、やったね、はい、今回、うん、繁盛さんにもやってほしいっていうことは。え、やっていいの、はい、あ、それは嬉しいの、はい、それだったら今じゃなければ一番嬉しかった。はい、繁盛さん、僕がディレクションしますよ。繁盛さんを救済してあげます。なんで俺がお前救済するの。お前がやるとめちゃくちゃ嫌だよ。そんなことないです、一緒に行きましょう。繁盛さん、やだ。今回タカラトミーの開発スタッフさんから繁盛さんにボイスを入れてほしいカードは今回3つあります。3つ、はい、いいね。こういう声優系のなんだろう、仕事というか、うん、そういうのやったことないんですけど、うん、自信ありますね。本当か。はい、まあ大丈夫、お前が自信なくても俺がグイグイ引っ張ってやるからよ。あるって言ったよね。ではまずこちらのカード。え、おい、なんでお前がやばい。おー、いいこれ。このクリーチャーはね、はい、異世界から来た非文明の機械クリーチャーでございます。いい、かっこいいじゃん。爆発が大好きなやんちゃ坊主で、自分を巻き込むのも気にしないイメージです。あー、俺みたいなやつな。うん、お前らしさを出せばいいから、はい、お前らしさをな。じゃあ繁盛くんね、はい、じゃあまず自己紹介してもらおうか。繁盛です、よろしくお願いします。あー、いいね。君新人。はい。あ、じゃあこれで成功したらね、名前売れて君ビッグになれるから、はい、本当ですか。あ、頑張ってみようか。はい、登場1番からだね。はい、わかりました。あ、大丈夫かな、これセリフね、はい、いきなり行くぜだけどね、はい、いけるかな。はい、君日本語読める、大丈夫。はい。あ、じゃあやってみようか。はい、はい、じゃあ用意スタート。いきなり行くぜ。ダメ！え？全然ダメ！はい！いきなり行くぜ感が足りないよ！はい！自爆やギル迷惑、はい、俺は自爆してまで思いをぶつけるんだっていう、はい、お前の熱い思い聞かせてくれよ！はい！じゃあもう一回やってみようか！はい！いきなり行くぜ！だからダメだっつってんだろ！え？あ、このポンコツか！はい！何と言ったらあかんだよ！はい、いきなり行くぜ！次ね、攻撃ボイス、はい、爆発しな、はい、大丈夫、いける。はい、じゃあお願いするよ。はい、爆発しな。全然なってない。え、可愛い感じ出したんですけど。爆発させる、はい、その気持ちでもらえるか。はい、はい、爆発しな。全然ダメだ、お前ふざけてんのか。ふざけてませんよ。やる気あんのか、お前。あります。甘い世界じゃねえんだよ。有名になりたいです。有名になりたいよな、はい、最後のセリフ言ってみるか、はい、ダイレクトアタック。はい、俺って迷惑もらえる。俺って迷惑。いや、そんなことない、繁盛。お前は迷惑じゃないよ。ありがとうございます。お前迷惑じゃない、はい、お前は俺の友達だ。はい、その上でもう一回もらえるか、はい、俺って迷惑って。はい、俺って友達だよな。その通りだ、繁盛。お前ほど素晴らしい声優はいねえ。俺って友達だよな。こちらになります。はいはいはい、お前。なるほどね。俺に見せてくれよ。闇文明の人形系クリーチャー。おー、侵略者に対抗する集団に、所属しており、相棒の芋虫系クリーチャーと呼ばれるお調子者。いいじゃん。じゃあ早速登場時のセリフを言ってみようか。はい、俺が来てやったぜ。いや、俺が来た感足りないよ。荒れた戦場、はいはい、味方が傷ついてる、はい、お前は救世主になる、はい、俺が来てやったぜ、お前希望だ、はい、よし行ってみろ、はい。俺が来てやったぜ。お、なんだそれ、バイク乗ってんじゃねえか、お前コース、はい、バイクで来ねえだろ、お前芋虫乗ってるだろ。あ、すいません。これ繁盛三乗にする。わかりました、繁盛三乗で行こう。それで大丈夫だと思います。それでいい、もう、はい、芋虫ライダー火が上がれ、はい、繁盛三乗で行け。繁盛三乗、いいね、はい、これでもらおうか。ありがとうございます、うん。
30。じゃあ次のボイス行こうか、はい、覚悟しやがれ、はい、覚悟しやがれ。あ、いいね、もうちょっとヤンキーっぽく言ってみようか。うれぇうれぇじゃん、うれぇ、覚悟しやがれ言ってみようか。てめえこの野郎、班長君聞いてるかな。はい、全然違うね。はい、うれぇてめえこの野郎。じゃあ最後、これで最後ね、はい、このセリフはね、はい、リベンジ成功、ヒーハーもらおうか。わかりました。リベンジ成功、ヒーハー。監督、キューバルに帰るわ。お前なんかな、全然ダメだ。ヒーハー、ダメだこんなやつ、付き合ってらんねえ、終わり帰っちゃった。お、3枚目なんですが、またこれ、はい、愛の戦士さん同様に視聴者の皆さんにはゲームをプレイして、その声が繁盛くんの声なのかを見つけて楽しんでほしいので、はいはいはい、詳しいことは語らずにちょっと見ていただければ。なるほど、なるほど、なるほどね、お前が気になってる。まあまあ、ぴったりですよこれは。これじゃあどういう経過だけ言っていいですか。ドラゴンです。おー、はい、ドラゴンなんで、はい、かなりこれが強ければ俺結構嬉しいな。あー、そうだね、はい、俺から挑戦状渡したい。なんでお前からなんだよ愛の戦士の挑戦状、はい、受け取れ、はい、俺を乗り越えてみろ班長。愛の戦士にデュエペで勝利せよ、成功報酬30,000DM ポイント。こんなん簡単じゃねえかよ。なわけない、めくってみろ。それだけじゃない班長。なんのこれ。負けた場合、収録した班長のボイスは使わず、すべて愛の戦士のボイスになる。俺取ったよ今。先にやれよじゃあこの対戦。お前が負けた場合は全部あれ俺の声で差し替えます。負けねえぞ班長、この野郎。お前でも勝てねえよ。そんなことはない。おい、おい、配信者杯で負けたの誰だったかな。お前と俺だよお前と俺や。第1回で俺はお前に勝ってるんだよバカ、そんなものはもう忘れた。あー、じゃあ思い出させてやるよ。悪夢再びだ班長。怒ってこいよ、お前の口だけのやつっていうことを教えてくれる。このゲーム先行強いんで、はい、もうあなた負けです。はい、さよなら、グッバイ班長。先行高校でしか語れないような一番弱いやつここにおった。なるほど、なるほどね。一番弱いやつおった。この世界で一番強いやつのプレイング 見せてやるよ。フェアリー持ってんの。フェアリーライフは、はい、持ってる。これ持ってる男、本当に声優させてくんない感じちょっと本当お願いしますよ。はい、班長焦ってる。焦ってるよ。焦ってる。若干焦ってる。ワンボイスぐらい残しておいてやるよ。ダメだ、フェアリーライフだ。あ、何、しかもお前の方がいいイラストじゃないか。俺は負けないぜ。なるほど、君も持っている人間だということが分かりましたよ、班長くん。12枚減ってんだよ、まずはね、ゆっくり行かせてもらいますよ。負けねえぞ。オッケー、悪くない、かなり悪くない。あー、なるほどね。どうする、石板。あー、なるほど。さらに、あー、大切なもの生まれよ。暴れどこ。あー、なるほど、なるほどね。効果発動。はいはい、はい、3枚見て、呪文だね。全部呪文だと。だって呪文しか入ってない。なるほど、じゃあどうやって殴るのかな。まだ余裕だもん。どうやって殴るべきなのかな、班長君ね。教えてあげるよ、体にな。はい、ボジタロサイ4枚めくって、その中からトリガー使う。ラッキーだーっ当たれ。シールドトリガー当たった方がプラスだ。危ねえ、危ねえ、ちょっと待って、つないでいく。ほんとにやめろ、つないでいく。お前それはほんとにひどい。うんげー、うんげー。お前それはひどい、マジで。いやー、うんげー、やだ、お前の電気マジで。あー、インビンシブルが当たったらおもろかったのにな。マジでそれやめて、ほんとにほんとにやだ、お前。ハンジョ君悲しそうだね。いや、負けないぞ。悲しそうですね。腕よ。おお、それ強いわ。ジャパンパン、いいよ、ジャパンパン。はい、ジャパンパン。ジャパンパン強いな。ジャパンパン。ジャパンパン強いな。ジャパンパン強いんだけど、一回、そしたらさらに、俺がやることは、こうして、こうして、こうして。クリーチャーなきゃ、覚醒しねえんだろ、こいつ。まあでも、まあ、一回サプライズホールで、一回キル出してくる。お、やばいわ、それは。はい、ダメージ。まあ、言うて2体よ。何ができんだよ、お前に。あー、お前何ができんだよ。ね、どうしよっかね。これを埋めてでも、はい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 、俺はラッキーだぜ。
うわ、オーラ、もうインビジブル、オーラ強すぎる。いやでも俺が攻撃しなきゃいい話だろ。強すぎ、強すぎ、攻撃しなきゃいいんだろ。はい、強すぎ。さあまずは覚醒していく。殴ってこいよ、ビビってんのが安城。はい、こいつビビリ確定しました。はい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 、はい、こいつビビリです。俺のことビビリだとしか思えないやつ発見。ビビリ殴ってこいよ、おい。じゃあダブルでチキンやろう、おい。やってやる、やってやる、オーラ。おい、ドワレットホール、はい、こいつ口だけです。はい、サプライズホール回収。はい、こいつ口だけです。絶対殴れません、こいつ。はい、とんでもないことあります。再チャクラプレイしまーす。あー、なるほどね。あー、面白い、面白いよ。面白い。はい、サプライズホール非常に面白いね。あ、でも待ってね。そしたらこれが出たから、うん、俺がやることってこうすればいいのかな、うん、あ、いねーよ。えぇ、でかすぎ。コストでかすぎ。はい、サプライズホール。でかすぎ。何が、何ができるの、君に。何ができるの。まずいよ、それは。はい、ハンタチャーボ。ハンジョ君、よくない、よくない。よくないね、よくないね。非常によくないね。はい、こいつビビって殴れませんでした。はい、はい、いいよ。殴る必要ないからね。ザコおったわ。こいつの効果知ってる？ザコおった。こいつの効果知ってる？どっちどっち？何も言わない。どっち？何も言わない。どっち？何も言わない。ハンジョ君、どっち？何も言わない。関係ない、関係ない。出すしかない、出すしかない。出すしかない、出すしかない、出すしかない、覚醒しかない、出すしかないじゃん、覚醒しろー、覚醒しろー、強いよねー、ワールドブレイカー、弱いねー、ワールドブレイカー、弱いかだよ、ワールドブレイカー、ワールドブレイカーだよ、ワールドブレイカー、ボイスパックも出るよ、やばい、やばいって、やばいって、ボイスパック打つよー、やだ、やだ、やだ、よしー、やだ、死んじゃう、さあ、やられちゃう、はい、攻撃するときに、やばい、クリーチャー全部出せます、聞いてない、全部出せます、あ、ゆっくりでいいかな、俺はこの収録を台無しにしたかったんだ、お前のボイス全部取り上げた、はい、全部出します、なんだこれ、やばすぎ、これ7で出せばよかった、やばすぎ、やばすぎ、ちょっと待ってください、それはまずいですよ、あー、冷静ですね、はい、あ、びっくりだよ、はい、びっくりびっくり、はい、これちょっとね、はい、これちょっと大変なことになってるね、はい、ババちょっとまずいね、まずい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 、はいはいはい、エルドラード、はい、もうそれしかできない、エルドラード守れ、そうだね、守れ、はい、ここを返せ、はい、覚醒、なんでこいつ、はい、覚醒、おかしい、はい、覚醒、おかしいよ君のデッキは、はい、覚醒、おかしい、はい、覚醒、半熟、おかしい、ちょっと待ってくれ、ちょっとダメだ、こいつ大、俺の大切な友達なんだ、取らないでくれ、はい、俺の友達、俺の友達なんだ、やめて、俺の友達なんだよ、半熟、はい、ジャパンパン、はい、ジャパンパン、はい、はい、ジャパンパン、はい、ジャパンパン、助けて、メアリーライフ、はい、おめでとう、ジャパンパン、はい、ジャパンパン、はい、ジャパンパン、はい、ワールドブレイク、声優は俺のもの、俺のシールドトリガーは最強なんだよ、出ない、出ない、はい、出ない、ワールドブレイク、ワールドブレイク。はい、最終的にハンターチャーボ、ハンターチャーボ、まだ分からねえぞ、アンチョ、見ろ、ホーガブラスターに入れた、はいはいはい、ホーガブラスターに入れた、インビシブルオーラ、はいはい、インビシブルオーラ、粘り方しないね、お前は、はい、ポシモさん、はぁ、はい、まだ終わらないですね、このゲームね、なんでそう粘ってくんだよ、お前、こっちこっちこっち、いや、ちょっと上手いじゃねえか、そのプレイ、ちょっとこっち、どうしようかな、はいはい、決めにいけるだろ、いや、無理です、安城さん、だって、レブリア4枚まだにまって、いけ、安城無理です、すまん、4枚いますね、やばい、カイマン行くわ、これすまん、カイマン行くわ、これやって、頼む、止まってくれ、止まってくれ、止まってくれ、全部取り替えになるんだ、おーいっけー、キングアトランティス、ここをなんとかしろ、キングアトランティス、ここを残念、なんとかしろ、切断の効果発動、なぜだ、なぜだ、戻らない、なぜだ、俺のキングアトランティスが出たのに、バカだね、どうしてあいつは戻らないんだ、これ以上殴ったらなんか負ける気がする、いけ、俺エンターテイナーだ、いけ、頼む、止まれ、止まれ、止まってくれ、止まってくれ、自分のカード戻せよ、荒木田殺したかった、ほら、バババンバン殺到しろよ、ほら、ババンバンバン発動したら死ぬ、はい、はい、何ができんの、ノー、ノー、ノー、はい、やられる、はい、大丈夫でしょう、ありがとうございました、はい、声優僕のもの、負けたはい、というわけで収録終わりました、はい、お疲れ様でした、安城さん、はい、お疲れ様でした、いい収録でしたよ、やっとね、僕が念願の声優をできることで、はい、早くね、自分の顔使いたいです、3枚ですね、はい、はい、3枚目もあるんで、はい、ちょっと皆さんもね、どれが僕の声なのか当ててみてください、はい、はい、僕もね、安城さんのカード救済してあげますよ、使ってそんなレベルのカードなのかな、いや、絶対そう、絶対そう、安城だから、はい、僕のカード使ってください、はい、というわけで、じゃあ、お疲れでした、お疲れ様でーす、はい